abstract. King Christ descended during the medieval Renaissance. King Christ is also the greatest artist and gave us humans many messages by means of paintings. The person who handed over the work of King Christ spoke the name of Leonardo da Vinci, that is, the hander. The hander, or the delivery person, was believed to have given this masterpiece to the public, saying, "This is a work drawn by an artist named Da Vinci." On the other hand, there was another hander or delivery person. That is Michelangelo Buonarroti. When he was given his works directly from King Christ, he gave them to the people as his own works. "This is what I drew." It seems that the people were surprised and impressed very much by these works of Da Vinci and Michelangelo. And, by the way, King Christ himself left behind his own self-portrait. With a big beard on King's face is a portrait that we now call Da Vinci's self-portrait. In other words, both Da Vinci's works and Michelangelo's works were originally drawn by King Christ. The proof and the evidence is that the works drawn by Da Vinci and the works drawn by Michelangelo are all the same, including their concept, though they differ in brush touches and brush strokes and painting touches. Please carefully compare these two works to each other. Da Vinci's works are on the left and Michelangelo's works are on the right, just for example.中世のルネサンスの時代に現れたのがカイン・キリストです。そのカイン・キリストは芸術家でもあり、数多くのメッセージを絵画という手段を用いて私たち人間に残しました。そのカイン・キリストの作品を受け渡したのがダ・ヴィンチという名前を語る、つまりは受け渡し人ということになります。その受け渡し人は、これはダ・ヴィンチという名前の芸術家が書いた作品だと言って民衆にその作品を渡したものと思われます。一方、もう一人の受け渡し人がいました。それがミケランジェロ・ブアルノッティです。彼はカイン・キリストから直接作品を渡されると、それを自分の作品として民衆に渡していました。これは私が書いたものだとです。こうして民衆はダ・ヴィンチやミケランジェロの作品を見て驚き感動したものと思われます。そしてカイン自身も自らの自画像を書き残していました。そのカイン・キリストの顔に大きなひげをつけたのが、現在私たちがダ・ヴィンチの自画像と呼んでいるその
肖像画です。つまりダ・ヴィンチの描いた作品もミケランジェロの描いた作品も元はカイン・キリストが描いた作品ということになります。その証拠にダ・ヴィンチやミケランジェロの描いた作品は筆使いやタッチの違いこそありますが、その内容的な概念も含めて皆全く同じです。注意深くこれら2枚の作品をそれぞれ見比べてみてください。左がダ・ヴィンチの作品、右がミケランジェロの作品と言われているものです。広志林、浜松シティ、ジャパン。が似ているのは絵だけではないということです。その絵そのものがですね、メッセージとして伝えている内容も同じということになります。これはミケランジェロが描いたシティーナ礼拝堂の壁画の最後の審判と題された絵ですけれども、その絵の中には77という数字が隠されています。またその横には7750と書いてあるわけですけれども、同じコンセプトで書かれているのはですね、右のミケランジェロ・ブラノティが描いたと言われているカッシナの戦いの絵です。この中には775027と書いてあります。つまりキリストというのは聖書でいうところのカインという意味になります。で、これがミケランジェロから人間に与えられたメッセージということになります。もう一度確認しておいてください。77、その横に50ともあるんですけどもね、要するにここに書かれているのは聖書でいうところのキリストなんですよという意味なんですよね。そして同じくカシナの戦いの絵の中には775027と書いてあります。つまりですね、キリストというのは聖書でいうところのカインですよという意味になるわけです。この絵のコンセプトと同じコンセプトで書かれているのがですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームの絵ということになります。これがレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームの絵ということになりますが、セント・ジェロームではありません。セント・ジェロームに見せかけた神自身の自画像ということになります。というのもその絵の背景にはですね、61という数字が隠し込んでありました。61というのはユダヤのゲマトリアによればですね、神を意味し、そしてセント・ジェローム自身の体の中にですね、72という数字が隠し込まれていました。つまり左上で61、セント・ジェロームの体の中にですね、72です。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きできる習わしになっていましたので、72を逆に読むと27、すなわちカインということになります。つまりミケランジェロもダ・ヴィンチも同じことをですね、別々にそれぞれが、まあ、こうして私たち人間にメッセージとして伝えていた、いるということになります。もう一度皆さんに確認していただきたいと思います。ここが重要なポイントです。左上はこれはミケランジェロが描いた絵ということになっています。そして右下はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵ということになっています。そしてそれぞれの絵の中にはですね、左上ではキリストというのは聖書というところのカインですよというメッセージが隠し込まれていました。そして右下のセント・ジェロームの絵の中にはですね、61、つまり神は27、カインですよという、まあ、メッセージが隠し込まれていたということになります。つまりですね、絵が似ているだけではなくてですね、このように、まあ、その絵を通して私たち人間に伝えようとしたメッセージの中身そのものが一致しているということになります。つまり
この両者を通してですね、神というのはキリスト、すなわちそのキリストというのは聖書でいうところのカインということになるわけです。つまりどうしてこのように内容が一致しているかといえばですね、これら両者の絵を描いたのはそれぞれミケランジェロでもなければダ・ヴィンチでもなかったということになるということではないでしょうか。話を続けます。Wikipedia English writes about Mark set upon Cain as follows. The curse of Cain and the mark of Cain are phrases that originated in the story of Cain and Abel in the book of Genesis. In the stories, if someone harmed Cain, the damage would come back.Sevenfold. Some interpretations view this as a physical mark, whereas other interpretations see the mark as a sign and not as a physical mark on Cain himself. The King James Version of the Bible reads, Set a mark upon Cain. But what is that mark?I, Hiroshi Hayashi, have determined that the fact that his face was hairless is a mark. 弟のアベルを殺した罰により、兄カインはマーク、つまり誰が見てもすぐわかる印がつけられます。が、そのマークとは何か。私、林博士は顔をのっぺらぼうにされたことがその印であると判断しています。広志林、MMS City, Japan。This is...One of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I said something like this, I'm sure you would probably make the following claim.What are you talking about? He is, of course, Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It isLeonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of Cain Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye,Shama Jesus, whose beard attached to the face of Cain Christ. In this way, Cain Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was aface of an eternal God that has united the three gods. レオナルド
ダ・ヴィンチについての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として描かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に描かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が本当にそう考えてよいのでしょうか。私林浩司はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林ハメメスシティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画はこの三人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神ロード・アイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは三人の神を合体させ永遠の神ロード・アイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。しかしカイン・キリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュ・イエスということになります。
This is a picture entitled Saint Jerome by Leonardo da Vinci. However, the number 61 was hidden in the background of this picture. 61 stands for God in Jewish gematria. In other words, the person depicted here is God himself, a self-portrait of God himself. Generally, this picture is entitled Saint Jerome because a white blank lion is drawn below, but this is also one of the tricky pictures. In other words, this is a self-portrait of God himself, drawn by God himself, being disguised as Saint Jerome. これは聖ジェロームと題された絵ですが、この絵の背景には61という数字が隠し込まれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味します。つまりここに書かれている人物は神自身、神自身の自画像ということになります。一般には下に白抜きのライオンが描かれていることから聖ジェロームということになっていますが、これも騙し絵の一つということになります。つまり聖ジェロームに見せかけた神自身による神自身の自画像ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。The original sketch of this is said to have been drawn by Michelangelo Buonarroti. However, in the sketch, it is written in code as Christ is Biblical King. Number 775025 stands for Christ is Biblical King in Jewish gematria. In other words, Christ is what the Bible writes.King. If you relieve this painting, you will also find that there is a number 15 and 20. 15 is a sacred number of Inanna Maria, and 20 is a sacred number of Shamash Jesus. What drawn here is Inanna on the left and Shamash on the right. However,What is written here was not only contrary to the doctrine of Christianity in the Middle Ages, but also unthinkable for anyone in common sense. Of course, Michelangelo himself, who is said to have painted this picture, had no way of knowing it. Everyone believed that the Savior is Jesus. However, in the painting,It was written that Christ is King in the Bible. King in the Bible. It writes that Cain, who killed his younger brother Abel with jealousy, is Christ. Then there is something important here I would like you to think about. In other words, who can write these words?Or such a serious confession. If you read these words again, as it is, Christ is King who killed his younger brother. And moreover, Maria is Inanna and Jesus is Shamash. If King himself wrote this wording, it would be a serious confession. There's no other person who can write such wording except King himself. Furthermore, I say here that it is only King himself who knows such a thing. In other words, it was King himself who painted the picture.
There is no other God than King himself. Yes, King himself. Yes, that's right. It was King himself who could draw this. In other words, that is to say that this one single picture teaches the mystery of Christianity as a whole. At the same time, the series of paintings of all the works, including Leonardo da Vinci and Michelangelo's works, are the ones that King Christ left behind as messages to humans. King Christ is the greatest artist in the history on this planet, the Earth. このスケッチの原画はミケランジェロ・バルノティが描いたものと言われていますが、このスケッチ画の中には暗号でキリストは聖書でいうところのカインと書いてありました。つまりキリストというのは聖書でいうところのカインなんだよとです。さらにこの絵画を読み直してみると、そこには15、20という数字があることがわかります。15はイナンナ・マリアの神聖数です。20はシャマーシュ・イエスの神聖数です。ここに書かれているのはシャマーシュ・イエスとイナンナ・マリアということになりますが、この内容は中世のキリスト教の教義に反するのみならず、一般の常識においても考えられないことでした。もちろんその絵を描いたとされるミケランジェロ自身も知る由もなかったことです。救世主というのはイエスであると誰もがそう信じていたからですが、その絵画の中にはキリストは聖書でいうところのカインと書いてあったのです。カイン、つまり弟のアベルを嫉妬に駆られて殺した兄のカインがそのキリストだというわけですが、ここで皆さんに考えてみてほしいことがあります。とても大切なことです。つまりこうした文言を暗号であるにせよ、それを書けるのは誰かということです。誰かということです。この文言をそのまま読むと、キリストというのは弟を殺したカインですよとなります。さらにマリアとはイナンナのことですよ、イエスとはシャマーシュのことですよと。つまり左側に立っているのがイナンナ・マリア、右下にいるのがシャマーシュ・イエスと。もしこの文言をカイン自身が書いたとするなら、それは重大かつ深刻な告白ということになります。またそんな文言を書けるのはカイン自身を置いて他にいません。さらに言えば、そんなことを告白できるのはカイン自身でしかないということになります。言い換えると、その絵を描いたのはカイン自身ということになります。他の神ではありません。カイン自身です。そうです、その絵を描いたのはカイン自身ということになります。つまりこの一枚の絵がキリスト教全体の謎を教えていることになります。同時に一連の絵画を描いたのはカインキリストであったことを示しているということになります。ここが重要です。同時に一連の絵画を描いたのはカインキリストであったということを示しているということになります。ダヴィンチやミケランジェロが書き残したと言われている作品は、すべてそのカイン・キリストが人間へのメッセージとして書き残したということになります。カイン・キリストこそが、まさにこの地球上における最も偉大な
芸術家だったということになります。繰り返します。カイン・キリストこそがこの地球上における最も偉大な芸術家だったということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。一応ミケランジェロ・バノッティが描いたとされるカッシナの戦いと題された絵です。実のところこの絵がですね、本当にミケランジェロが描いたかどうかについてはいろいろと言われています。がしかし、まあ、そのスケッチ画のコピーが残っていたというわけです。でその中には775027という数字が隠し込まれていました。775027です。で775027をですね、ユダヤのシンプルギャマトリアで解読するとキリスト、聖書のカインとなります。つまりキリストというのは聖書でいうところのカインのことだよという意味になるわけです。ここが重要ですから、皆さん自身の目で確認してください。775027ですね、がそれだけではありませんでした。1、そしてその下に5、そして02と続きます。02は20と読み直します。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きできるようになっていました。ともかく15はですね、イナンナ・イシュタール・マリアの神聖数です。20というのはシャマーシュ・ウツ、つまりイエスの神聖数です。つまりこの絵の中には2つのメッセージが込められていたということになります。キリストというのは聖書でいうところの会員だよという意味と、そしてイナンナ・マリアとシャマーシュ・イエスがいわゆるキリスト教の原型を立ち上げたという意味になります。がしかしカインというのはですね、嫉妬に駆られて弟のアベルを殺した大罪を背負った神ということになります。ここが重要です。カインというのは嫉妬に駆られてですね、弟のアベルを殺すという大罪を犯した神です。その神がつまりは聖書でいうところのカインだというわけですね。つまりこうした告白をできる告白がですね、できるのは誰かということになります。神のいわゆる、まあ、根幹、キリストの根幹に関わる告白ができたのは誰かということです。つまり神自身だということですよね。で、みんなですね、カインの素顔、元の顔だと私は判断しています。弟を殺した罪によりですね、このカインは顔にマークをつけられます。一般にはマークと言われ、顔を落とされたとなっていますけれども、つまりひげ、髪の毛を落とされたということになるわけです。で、77をもう一度見てください。これはシステナ礼拝堂天井、まあ、壁画のですね、最後の審判と題された絵ですけれども、そこには77という数字が隠し込まれていました。77はユダヤのゲマトリアによればキリストを意味します。つまりこれがキリストだというわけです。そしてこのキリストがですね、つまりカインであったというわけです。で、このカインに注目するわけですけども、カインにはヒゲがありませんでした。そのことはですね、ゼカラシッチの書いたロストブックオブ延期、延期の失われた書の中に記述がありました。第8の年度版の中にその記述が出てきます。2ページ目ですね、この下あたりにそれが書いてあります。カインにはヒゲがなかった、ヒゲのないカインがそこにあったと書いてあります。ここですね。で、拡大して読み直してみます。 And the face of Cain on the right was beardless, and the face of Seti on the left with beard was。 つまり右側にいたカインの顔にはヒゲがなかった、そして左側にいたセトの顔にはヒゲがあったというわけですね。つまりカインは弟を殺した罪によりですね、その上の神から、まあ、聖書の方ではファレン、落とされたとなっています。その落とされたという意味がですね、つまりカインの顔ということになるわけです。
まあ、当時ね、今もそうですけども、ひげのない髪の毛のない男というのは大変あの地域においては目立つ存在であったわけです。まあ、誰が見てもそういう人間だったというわけですね。まあ、そういうことを念頭に置きながら、続く動画をどうかご覧になってください。レオナルド・ダ・ヴィンチの顔にまつわる謎を皆さんにも分かっていただけると思います。Bye for now. This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim.What are you talking about? He's of course Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It isLeonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye,Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was aface of an eternal God that has united the three gods. Leonardo da Vinci についての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として書かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うと、おそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に書かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が、本当にそう考えてよいのでしょうか。私、林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林、
Hamamas City, Japan. もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画は、この3人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神、ロード・アイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは3人の神を合体させ、永遠の神ロード・アイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。しかしカイン・キリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュ・イエスということになります。そしてその永遠の神ロード・アイオンはモナリザと並びます。モナリザ、つまり火星の永遠の神マース・アイオンの文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。つまりカイン・キリストは左で永遠の神ロード・アイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マース・アイオン、つまりモナリザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナリザ、この2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。
ここで注意深く見ていただきたいのはですね、左の顔はカインの顔を、つまり作り変えた顔ということになりますが、カインの目には瞋膜はありません。瞳も崩れていません。つまりこのカインの目にですね、マルドックの瞋膜と潰れた瞳を書き加えたのが、つまりはダ・ヴィンチと言われている人物の自画像ということになります。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像は、こうして加工して作られた顔だということです。Ladies and gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus Theory by Hiroshi Hayashi. Two Jesus, one is Shemesh, who was murdered and crucified by Maria, and Marduk, who was a replacement of crucified Jesus. Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over 2 millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humans to make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. 林浩司のイエス二人説を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人は、その後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルドックです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためにはどうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生きる希望となっているのです。広島市浜松シティジャパン。
イエス、キリスト、二人説です。今ご覧いただいている表の中で赤枠で囲った部分のみをこの動画の中で説明します。一人は十字架にかけられ処刑されたイエス、そしてもう一人は私たち人間の救済主キリストです。で、結論ということになります。繰り返しになりますが、アンドレア・デル・ベロッキョとダ・ヴィンチはイエスの洗礼の絵の中に3人の神を描いています。シャマーシュイエス、このシャマーシュイエスは十字架にかけられる前にマリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺されています。そしてその右にいるのがカイン・キリストということになります。このカイン・キリストの顔はミケランジェロがシステナ礼拝堂の壁画に描いている、まあいわゆるキリストですね。その下に77という数字がありますから、キリストの顔と一致します。そしてその上にですね、固めの鳥が描かれています。固めイコール固めの丸時計とつながっていきます。で、今ご覧いただいているのはカイン・キリストです。弟のアベルを殺したためにですね、まあこのようなのっぺらぼうにされたというわけです。そしてこの顔にですね、固めのマルドックの顔が描かれました。そして左がですね、シャマーシュイエスのひげということになります。シャマーシュイエスは大変髪の毛のふさふさとしたひげの濃い神様であったと考えられます。そしてこの3人、つまりですね、カインとマルドックと、そしてシャマーシュイエスの顔を合体してできたのが、その下のレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。まあ、それぞれの細かい証明についてはそれぞれの動画をどうかご覧になってください。ともかくもこの左と言いますか、この中央下のですね、この、人物はロード・アイオン、なあち永遠の神、ロード・主アイオン、永遠の神ということになります。その文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。なあちレオナルドというのはですね、主なる永遠の神のアナグラムというわけです。で、これが結論ということになりますが、私たちが知っているダ・ヴィンチのこの肖像画はですね、カイン・キリストとマルドクと、そしてシャマーシュ・イエスの顔、つまりはイエスの洗礼の中に書かれている3人の神ということになりますけれども、この3人の神の顔をですね、合体してできたものだということです。これがこの動画の結論ということになります。ジョン、チャプター8:11。Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst,They said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? This they said to test him, that they might have some charge.To bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down andwrote on the ground. But when they heard it, they went away
one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. イエスはこう言ったとされています。なんじらのうち、罪なき者、石もて打て、と。つまり、石を持って人を責めることができるのは神イコールイエスだけということになります。その石をセントジェロームなる人物が持っているということは、この人物はセントジェロームではなくてイエス自身ということになります。広島市浜松市ジャパン。今ご覧いただいているのは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵です。このセント・ジェロームの絵の背景に61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてこの人物は向かって左側、右手の中に石を持っています。つまりこの人物は神自身であることを示しています。が、今日のポイントはここではありません。あのパブロ・ピカソも代表作ゲルニカの中にそのセント・ジェロームを描き込み、そしてその手の中に石を書いていました。パブロ・ピカソの代表作、それがゲルニカです。このゲルニカの右下のところにセント・ジェロームが描かれていますが、パブロ・ピカソもこれがセント・ジェロームであることを知りませんでしたと私は判断しています。右がセント・ジェロームです。左右反転するとそのポーズはまさにゲルニカの中に描かれている人物と一致するということです。ポーズを丁寧に追いかけてみてください。つまり左のパブロ・ピカソのゲルニカの中に描かれている人物はセント・ジェロームということになりますが、パブロ・ピカソもこの事実を知りませんでした。私、林博士がこの事実を発見したのは2017年の終わりです。つまり、パブロ・ピカソはですね、この事実を知る由もありませんでした。となると、このゲルニカは本当にパブロ・ピカソが描いたのかということになります。謎が謎を呼ぶというわけです。それはともかくも、今ご覧いただいていますように、このパブロ・ピカソの描いたセント・ジェロームの手の中に石らしきものが描かれています。一見すると指のように見えますが、指はちゃんと5本別に描いてあります。つまりここに描かれているのはセント・ジェロームであり、そしてそのセント・ジェロームは石を持っているということです。右のセント・ジェロームが石を持っていると発見して、そしてそれを発表したのはこの私、林博士が最初です。となると、こうした事実をどのように考えたらよいかということになってきます。ともかくもここに描かれているセント・ジェロームなる人物は
つまりセント・ジェロームを台にした絵ではなくて、つまりは1500年後のイエス自身が自らの姿、つまり自画像を描き込んだということになります。石持て打てる人物は誰か、つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてその絵の背景には61、つまりユダヤのゲマトリアによれば神を意味する暗号が隠し込まれていました。これが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。Michelangelo Buonarroti has been said to have painted his shell or peeled off skin of himself in the mural painting of Cappella Sistina or Sistine Chapel in Vatican. It is in the Last Judgment or a well-known painting mural in Cappella Sistina. But a question is that, why did King Christdraw such a picture in the mural of the Last Judgment. In the center of the mural is King Christ. The number 77 is its evidence hidden under it. 77 means Christ in Jewish gematria. Below the picture of Christ is Michelangelo's shell. If you decipher the code,hidden in the picture as it is, you will know that Michelangelo was nothing but just a shell. In other words, Michelangelo's just a puppet artist who was manipulated by King Christ as a minion of King Christ. Yes, he was. In fact, Michelangelo Buonarroti didn't create anything himself, be it sculptures orPaintings. All of his masterpieces, which have been said to be his, were either sculpted or painted by the God above him, King Christ. Michelangelo was just a puppet artist of God. In other words, Michelangelo's works were not created by human Michelangelo, but by God himself as messages to humans.In other words, again, if Michelangelo's work can be carefully deciphered, we humans can read the messages given from God to humans. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, for as
as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of